はい、どうもダナタンです。テクニカルタワーバトルグレートだぜ。復旧曲フロア3行きましょう。まずチョコラート&セッコリーダーですね、殺戮の繁殖モンスタージョーカー。ジョーカーは、取り込む経験を肉体を経験装備してます。鉄壁の軍隊法王の決意で、ジョー太郎後悔はない、キレたスタイル、寂しい夢、戦いの年季、創生を装備してます。で、キラですね。こちらは一応一人歩き用意にしてますね。はい。で、スタンバイブーストサマー要因ですね。はい、ではこれでちょっとやってみましょう。一回ちょっとチャレンジしてチームを若干変えたという感じですね。ではやっていってみます。一応感覚としては一応5ヒットダメージ与えておかないといけないので、これでもう失敗ですね。さあサマーが使えません。これでちょっと配置が最悪だったんで、どうなのかな。決意が乗ってるので、まあそれなりにダメージ量は増えますね。まあほとんどワンパンで倒せる状態ですね。では強いという感じですね。はい、まあ、ちょっとサマーが必要であれば多分ここは積むのかな。さあ敵は攻撃してきます。まあ GGA の場合はあれですね、多分コンボブーストがかかってるんで、コンボスに応じて多分ダメージ量が変わってくるのかな。さあじゃんけん小僧ゲージ上げておきましょう。で多分次岸辺露伴がこう来るので、
あ、これも餌食にしてば効かんのかい。はい、ではカエルさんですね。多分サマーいらないな、ここ。これ岸辺露伴の究極ですね。うん、なんで多分サマーいらないですね、ここは。で、敵に全員攻撃してもらいましょう。これも葬りましょう。OK。では最終フロアですね。最終ラウンド。フロアちゃう。まずグリーンでをかますと。多分立ちが悪いのが奥安&城太郎なんで、ここをしのげばなんとかなるのかな。危ない。反則ですね、これは。さあ死んじゃいましたね。全員上にいるんだよね。これでこいつは死んだね。全員死なれるとちょっときつい。これはちょっと無理があるかな。これ30ヒットいかないとダメなんで、これダメですね。無理ですね。さっきレイミを倒すか。うん、装備変えましょうか。ちょっとレイミが邪魔くさいんで、
装備を変えます。とあるは使いたくないね。使っていいか。いや、使わない。戦いの年季を装備しましょう。修行の成果。で、で、ここを安心なだけにしてよ。安心なだけじゃない。全部くださいを装備しましょう。ちょっとゲージを少しでもね保てるようにした方がいいので、多分これでいけるでしょう。また配置最悪だな。邪魔くさいんですよね。はい、これだいぶ重なったので問題ないでしょう。こいつがやるんで結局ゲージ回収されちゃうんで、さて、まあやっぱりタローイン強いんですけどね、すごいやっぱり未だに。ではグリーンゲーをまず発動させます。でこの親父を倒すに7ヒット与えてもらわないと倒せないんで、はい、来ましたね。ではさあ、ゲージが持つかどうか。持たないですね。でもまあ問題なく倒せました。でゲージゼロになります。するんで、はい、
造園岸辺露伴ですね。さあこちらも取っても問題ないですね。倒せるはずです。はい、 OK。 ではラウンド3ですね。ここも同じようにグリーンで活動させます。で3体のカエルが消滅していきます。最終フロアはどうしようかな。一応グリーンで発動させてやった方がいいかな。さあかましましょう。さあ敵がどこまで削れるかによる。岸辺露伴さえ倒せばこっちのも OK。 勝ったな。では行きましょう。ではこれで杉本麗美は粉砕できるはずなので、粉砕しましたね。オッケー、ということでね、最後は花太郎で倒すような感じになります。はい、というわけで若干長くなりましたが、究極フロア3は以上となります。次回は究極フロア4でお会いしましょう。すっごい長いですよここは。長い戦いになると思いますが、またよろしくお願いします。それでは失礼します。スターターでした。